豊松村は標高500メートルの高原にあり、陽光をいっぱいに浴びた桃太郎トマトが有名で、日本農業大賞を受賞しています。アグリパーク光の里ではマルテヨトマトのブランド名でトマトの生産から出荷までを行っております。生産者の方々は日々トマトの手入れに余念がなく、出荷時期には味が落ちないよう朝早くから摘み取りをされております。そして摘み取られたトマトはパーク内にある選果場に送られ、最新の選別機にかけられ、近畿や中国地方各地に送られています。豊松プラザ21にあるトマト工房では、トマトを使用してさまざまな商品を作っています。まず工房に運ばれたトマトはヘタを取るなどの下処理を済ませた後、それぞれの商品へと加工されていきます。これはトマトジャムを作っているところです。少し覗いていきましょう。最初は甘みを引き出すためにリンゴを加えて煮ます。しばらく煮た後に干してまた煮ます。その時には砂糖も入れます。ここからはアクを取りながらただひたすら煮込みます。ある程度水分が飛んだら、あとは瓶に詰められて出荷されます。トマト工房ではジャム以外にもケチャップやシャーベットなど様々な商品を作っておられます。それらの商品は豊松プラザなどでお買い求めできます。あなたもぜひ一度豊松のトマトをご賞味ください。